一体どうするつもりなんだ。琴美ちゃんの方はよ。後でいいじゃないか。しょうがないよ。とにかく俺は諦めないよ。え？友情は友情、恋愛は恋愛。俺はもう絶対もうそれはっきりしてんだから。で君はどうなんだ。俺だって譲る気持ちは全然ないよ。じゃあ完全に三角関係じゃない。とにかくお前が勝つか俺が勝つかどっちかだよ。とにかく一番肝心なのはトミちゃんの気持ちだぜ。そうそうそう。じゃあこれから言ってトミちゃんの気持ちを聞いてみるじゃないか。お前を取るか俺を取るか。それによって番地は決まるんだ。うん。さあ行こう。どうもありがとうございました。またどうぞね。さよなら。ありがとうございます。さよなら。まあかわいそうに。どこ行くの？お医者さん行くの。ん？お母さんとても悪いの。そりゃ困ったわね。じゃあ傘持ってらっしゃい。いいのよ。あ、すいません、ちょっとその傘取って。じゃあそんなに濡れたらあんたのが風邪ひいちゃうわ。さあこれ出してらっしゃい。じゃあ自費返しに来るわね。はい、そうしてちょうだい。これ人のだからね。ありがとうおばちゃん。まああんたたちなんて格好。あの音美ちゃん、僕たちあの折り入ってあんたに話したことあるんだけど。重大な話なんだよ。そんな重大な話なら後でアパートに帰ってから聞くわ。いやでも。そんなに急ぐの？うん、後でもいいでしょ。いやいや、あの音美ちゃん、あの雨漏りにかこつけて商売でもみんな飲んじゃってしょうがないじゃないかと。うん、あと一箇所、一本だけ。ねえ、ねえ父ちゃん、私もう二回貸すのコリコリだよ。貸そう貸そうって言ったのはお前じゃない。だけどさ、今度の人のように部屋代もろくすっぽ払えない上に病気までされちゃね。それにだいぶ重いらしいんだよ。困っちゃうよ。2階に雨漏りはないし。こんばんは。はい。あのこちらの2階に谷本さんという方がいられるそうです。いますよ。こんばんは。あの谷本さんいるんですけど、病気なんですけどね。ははどなたさんでしょうか。あ、私はあの雫の亭主でございますけれども。まあ旦那さんなんですか。いやもう。さあどうぞお2階へどうぞ。ではちょっとお邪魔させてもらいます。どなたか存じませんが、私今病気がとても悪いんです。お帰りになって。長い間えらい苦労をかけた。いえ、私はそんな方存じません。お帰りになってください。晴れの立つのもっともやけれども。お母さん、お医者さんよ。あ、これがマリコか。大きいなんなったら、マリちゃん、あんたのお父ちゃんは私ですし。違います、違います。マリちゃん、あなたのお父さんは私たちを捨てて10年も前にアメリカ行ってしまったのよ。静子、何を言うんやな、子供の前で。私の夫マリコのお父さんだったら私たちを10年もの間頼りもしないで放っておくはずはあります。あなたは私たちの知らない人です。帰ってください。お前にそう言われても一言もない。しかしな、わしはお前たちに安心させてやると思って帰ってきましたのじゃ。今さらそんなこと。早く帰ってください。静かに静かに。容体は大変悪いんですよ。今病人を興奮されたら取り返しのつかないことになります。お静かに願います。
言えばよかった一言がなぜに言えない、生きられない、バカな顔してまた帰る、恋は苦しいよぼろ好きね、タンコタンコ。もう結構よ。え、結構なら結構って歌の光言ってくださいよ。せんとって言えばよ。うるさい。すみません。ありがとうございます。またも近いうちにどうぞ。あ、おばさん、これありがとう。お母さんの病気どんなふ？だいぶ悪いの？死んじゃったの。本当？お父さんいるんでしょ？じゃああんた一人っきり？他に誰もいないの？あらばのくれた帯留めのだるまの模様がちょいと気にかかる。お断り。チッ、勝手にしろ。じゃあ死んだお母さんの言いつけでお父さんだって人のところへ帰りたくないってわけなのね。かわいそうね。ねえ、いっそおばちゃんとこへ来ない？おばちゃんも一人っきりなのよ。ね、そうなさいよ。ね、じゃあ、あとこの人に私のアパート教えてやってよ。管理人のおじさんに何か一筆書いてやってもいいかもしれないわね。そうですね。じゃあね、これ私の部屋の鍵よ。先に帰ってってよ。ね。あ、どうでしょう。身なりを変えた方がいいんじゃないですか。そうね。じゃああんた、なんか別の服見つけて着替えさせてやってくれない？え、じゃあ、頼むわね。え、かしこまりました。じゃあ後で。あ、お前の着ているそのボロ服おじさんに売らないか？これはタケノコするほど困っちゃいねえよ。うん、そりゃそうだろうけども。さあ、な、な、これやるから。な、いいだろ。な、私はこう見えても、はあ、シーツ探偵社を始めてからもう20年になります。そうでっかいな、大したもんですな。まあお任せください。ああ、そうでっか。もう何にしましてもな、たった一人娘のことですよってに、まあ何分ともよろしくお願いいたしますわ。あ、新聞広告の反響ですが、あれはいけません。はあ、それどういうわけで。え、白書ですからね、いけません。はあ、今時白書を呈しますなんてのは誰も見向きもしませんよ。はあ、そうでっかいな。少なくとも10万とか20万とか。ほう、そんならもうおじぐだーっと出しまえかい。あ、そうですな。はっ、あれ、なんです？子供。これ、はっきりしなれ。あれ、あんた男の子や、お前がな。私の年頃って何男の子でして。大変な人やこの人、あんまりもう。おかしい。嫌になってきてやめるよ。トミちゃん、お腹空いてない？そろそろ始まった。いや、今夜僕がおごるんだよ。え？しんちゃん。え？お前ずるいぞ。俺だってそばをおごるぐらいの金持ってるよ。まあ、珍しい。でも、なんだか後が怖いから、またのことにするわ。だけど、お腹空いてるんだろ、君。でも、早く帰りたいのよ。どうして？ちょっと用があんの。あ、じゃあ俺もよそ。しんちゃん、おめえとっぽいぞ。おじさん、ただいま。いや、おかえり。おじさん、来たでしょ、子供が。うん、なんだね、あのガキは。あのガキと申しましても、男でしょうか、女でしょうか。男だよ。男？トミちゃんの部屋に男、これは穏やかじゃないよ。何言ってんのよ、子供よ。いや、子供って言ったって男じゃ油断ができない。バカね。いや、近頃の子供。おい、ね、この子の。じゃあ、あんたたちの話をまた明日ね。おやすみ。Thank you.
お洗濯？ああ。私次だから洗っといてあげるわ。いいんですよ。遠慮したくてもいいわよ。遠慮しませんよ。僕あんたの声はとっても嬉しいんですけどね、僕今変な噂立てられてちょっと困る立場なんでね。足から、まあしょってるわ。おい今日こそなんとか話つけようじゃないか。あ、どうした、おとみちゃん起きたか。うん、今なんだかコーヒーのいい匂いがしてたぞ。それ絶好のチャンスじゃないか。はい、こう困ったもんだね。だって私あんた方のどっちも好きなのよ。それじゃ困るんだよ。どっちかはこうはっきりしてもらわないとね。どうして？だってこのままでいいじゃないの。いやそれじゃ困るんだよ、整理がつかないんだよ。でもはっきりするとどっちかががっかりするわけよ。うん、それしかないさ。これ3人一緒に結婚するわけにはいかないもんね。結婚するつもり？そうさ、どうな僕たちは。それは本当に重大問題だわ。じゃあ私ね、あんた方に前もってお断りしておかなきゃならないことがあるわ。実は私子供が一人あるのよ。子供？子供？まあちゃん、ちょっとここいらっしゃい。こんにちは。この子なのよ。これ昨夜の子供じゃないか。そう。これはあの富士さんの子？そうよ。へえ。坊いくつ？12。富子さんが23で坊やが12。と12の23で。お前そろばんできるか？12の23。富子さん11の時の子ですか？いくつの時の子だっていいじゃないの。それより私と結婚する人はこの子の父親になっていただくのよ。いきなり親父？わあ、この男だか女だかわからない、この薄汚ねこの親父。いやあ、やだ、睨んでやろ、お金じゃりだな、これ。ああ、やだやだ、俺の願い先だ。ちょっと、よし、僕この子の父親になろう。え？お前俺を出し抜いて本気か？富子さんの子だったら僕の子も同然だもん。え？僕はね、生まれつき子供は好きなんだ。本当に子供は好きなんだ。それ以上に富子さん好きなんだから。おいおい、ちょっと待ってくれよ。俺だって富子さん好きだよ。だからお前、俺の子も同じだってのは少し言い過ぎじゃねえか。いや、それ以上俺は真剣なんだよ。いや、俺はまるで真剣じゃねえよじゃねえか。俺だって真剣じゃねえよ、俺だって真剣だよ。な、俺、自分ばっかりいい子になって、俺、どうでもいいねんだ。おじさん、泣くなよ、しないよ。大人のくせに。子供のくせに大人を慰めんなよ。俺、花のキャバレーで初めて会うて、今宵許した二人の心、こんな男じゃ。どうしたんでしょうね。いや、ほっといた方がいいですよ。これはね、この人の病気なんだ。病気？ええ、歌を聴くとすぐ踊り出しちゃうんだ。不思議な病気もあったもんだね。だんでい方にきなもの。歌と踊りのネオンの影で聞いた短歌もあの子のためさ。心一筋おいらの胸にすがる純情が話さりょか。断でい方に粋なもの。ずいぶん長い付き合いだけど、あの三平のやつあんなバカだとは思わなかった。バカだなんて悪いわ。本当にバカだよあいつは。そうかしら。君はあいつを買いかぶってんだよ。あいつはトミちゃんに気に入られたいためにあの不老児みたいな子供を父親になるって言い出すんだろうな。全く手がつけられない。でも私とは思わないわ。え？私はそのぐらいの情熱を持った人が好きよ。え？愛する人のためにはどんなことでもする。
やっぱり音楽をなさるだけあって情熱家なんだわ。愛する人のためだったら何でもするって。じゃあ泥棒でもいいのかい。ええ、刑務所入れられたら出てくるまでいつまでもいつまでも待ってるわ。なんだよ、それじゃまるでミス東京じゃねえか。これ白いこれ白い、こっち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 、この野郎、どん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 。あら、おじちゃんと遊んでんの。子供可愛いですね。もう三平さんって子供が好きなのね。もうそう、まあ、僕は子供とても好きなんですよ。お前、あら、これ何？それアメリカ博覧会のくじなんですよ。当たるとアメリカ遊覧に行かれるんです。おじさん、アメリカ行きたいの？ほら行きたいさ、坊やだって行きたいだろう。僕あんまり行きたくないな。僕外で遊んでくるよ。あの子がアメリカ行きたくないなんていうのはね、かわいそうなわけがあるのよ。お父さん大変よ。何が？八号室の友田さんが廊下の柱をノコギリで引いてんの。ノコギリで？やあ、こんにちは。こんにちはじゃありませんよ。じゃあ何やってるんですよ。このアパートもね、最近めっきりこの子供が増えたんでね、一つ菓子屋でも始めようと思いましてね。菓子屋？このアイスキャンでね、これなんかよく売れると思いますよ。それにしても柱だけはやめてくださいよ。いや大丈夫、これ一本だけですから。一本？あー、いらっしゃいいらっしゃい。あー、いらっしゃいいらっしゃい。アイスキャンデー、アイスキャンデー。ああ、八景堂自慢のアイスキャンデーだよ。体のためになるアイスキャンデー。ただしお腹を壊すかもしれないアイスキャンデー。だが壊しても心配はいらない。遺産がついてる遺産が。はあ、遺産付きのアイスキャンデーだよ。アイスキャンデーちょうだい。はい、毎度ありがとうございます。はい、あ、どうもありがとうございます。あ、ちょっと、はい、おまけの遺産です。はい、あ、どうもいらっしゃいいらっしゃい。あ、アイスキャンデー、アイスキャンデー。あら、いらっしゃい。これ、お上がり。さ、あの、どんどん、全部お上がり。足りなかったらまたおじさん、どんどん買ってきてあげるからね。あ、これもお上がり。さ、さ、お上がり。こんなに無理させちゃ悪いな。うん、そんなことないよ。それから、あの、トミちゃんに、あれだよ、おじさんのとこで、スイカを投ごしそうになったって言うんだよ。うん。それから、実際の話、あの、三平のやつと、このおじさんとどっちが好きだい？そりゃ問題じゃないよ。そうだろうな。三平おじちゃんのが断然好きさ。断然は、それは。まーちゃん、まーちゃん、まーちゃん知らない？知らない。そう。ああ、アイスキャンデー、アイスキャンデー。あ、アイスキャンデーだよ。ねえ、スク
うちのまーちゃん知らない？知らないよ。あ、アイスキャンデー、アイスキャンデー。まーちゃん、まーちゃん。なに、どうしたの？まーちゃん探してんだけど、さっきからどこにもいないのよ。あ、そう、僕探したんよ。さあ、これ。そう？さあ、みんなこれ、キャンデー食ったからこれ遺産飲むんだよ。飲まないって死んじゃうぞ。おかしいな。まあね、この子にみっちり音楽を教え込んだらなんとかならないかしら。さあねえ、なんかもっと別なの教えてやってちょうだいよ。この子の覚えるような楽譜ないよ、ここに。じゃあ私なんか買ってくる、教えてやってね。私あんたとも、なんてこと、ごめんなさい。今、新六さんからの電話で、富子さんが自動車に引かれたんですって。え？おとみちゃんが自動車に引かれた？
ばちゃん。もうダメだ。おばちゃん死んじゃいや。おばちゃんが死んだら、あんたまた一人ぼっちになっちゃうじゃないの。死んじゃいや。いやよ。さんちゃん。さんちゃん。かわいそうなまーちゃんのこと。お願いするわね。ああ、大丈夫だよ。分かったよ。坊やのことなんか心配しなくたっていいんだよ。おばちゃんしっかりして。死んじゃいや。おばちゃん。だけど妙に子供が懐くから不思議だよ。これがまあさんちゃんの人徳だな。そう言われてもあんまり嬉しくねえな。まあ何事も縁だと思って諦めてぼやと一緒に暮らすんだな。おい、あっさり言うなよ。自分一人が食べられるか食べられないかのさ。大丈夫だよ。一人口は過ごせねえけど二人口は過ごせるもんだよ。冗談じゃないよ。嫁にもらったんじゃないよ。まあ、僕たちに怒ったってしょうがねえじゃねえか。この坊やの父親になりますって立派に申し上げたんだからさ。トミちゃんが死んだからって急にこんなことしたら坊やがかわいそうじゃねえか。いいよ、お前たちには相談しねえよ。おじちゃん、かわいいでしょ。ああ、なんだよこれは。みんな捨てちゃうからこんなもの。捨てちゃダメよ。ダメよってと、お前一人でたくさんだろ。こんなの運転でたまるか、本当にもう。捨てちゃう。おじちゃん、捨てないで。ねえ、捨てちゃダメ。かわいそうよ。ねえ、おじちゃん捨てないで。この犬、親がないのよ。ねえ、かわいそうだから捨てないで。ねえ、捨てないでよ。知らせてくれた方に50万円か。おお、金品。え、これもこれ。50万円、懸賞尋ね人。谷本真理子、12歳。頭はお下げに赤いリボン。ピンクのワンピース、下駄履き。なあ、世の中にはこうした金儲けも転がってるんだな。50万円は悪くないな。おじさん、遺産ちょうだい。遺産？うん。アイスキャンディより遺産の方が評判がいいんだよ。はい、遺産。はい。ああ、ちょっと。はい、アイスキャンディのおまけ。どうだい、今日は店を閉まって東京中探して歩こうか。うん。あ、どうだね、お前さんの占いじゃわからないかね。占い、ね、あ、ダメダメ、あ、絶対ダメだ。今まで当たった試しがないんだから。おじちゃん、ここどこ。どこだかわかんないよ。坊や、お前ここから一人で帰れか。アパートへ。うん、帰れないよ。方角わかんないもん。ん、おい、ちょっと頼むぞ。どちらまでいらっしゃいますか。何でもいいや、この道まっすぐやってくれ。ああ、まっすぐですか。うん、さあどうぞ。雨の降る島、窓の影、風の福島の気遣い、町から町へと歌を巻く私はひばり、心はいつでも青い空、悲しい時にも歌え、笑顔を浮かべて歌え、ランラ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 歌えば春だ天国だ。行き止まりでやろ。あれ、なんだ、女の人が来てやろ。あのおばさん、あの新作町どっちですか。さあ、知りませんね。
ここ一体どこですか？東京ですよ。とっとっと。あ、どうぞ。あの、新坂町行くにはどっち行ったらいいでしょうか？ああ、あそこをね、左へ曲がって右へ曲がって坂を登って斜めに降りたとこ。あ、どうもありがとうございました。いや、あの、なんですね、あの、左へ登って右へ曲がり、上へ斜めに横へ下がって、それからの迷子地蔵はあの左へ曲がるんですね。そうですね、どうもありがとう。いや、あれここだろう。あ、あ、ここです、ここです。やっとわかった。どうもありがとうございました。すみません。ただいま。おかえり。おかえりなさい。お？おかえりなさい、おじさん。掃除したのよ。偉いでしょ。あ、これ輪宅屋さん払っといたわ。860円。このお金どうしたの？あの箱の中入ってたから払っといたわ。ええ？こいつ余計なことしやがって、本当にもう。ほら、向こうの島へ行こうか。うん、ボートで行こうね。パンはなくとも夢がある、服は空でも春が来る、来る日も歌を巻く私はひばり、心はいつでも青い空、悲しい時にも歌え、笑顔を浮かべて歌え、ランラ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 歌えば春だ天国だ。あ、こっちこっち。おじちゃん、たくさん取れて嬉しいね。家帰ったらお刺身にしようか。お刺身はちょっと無理だな。じゃあ天ぷら。天ぷらはちょっと無理だよ。じゃあ佃煮。あ、佃煮、それがいいな。おい、それもっと取ろう、早く取ろう。おじちゃん、こんなにいるよ、たくさん。こんなにたくさんお魚取れて今晩のおかず助かるね、おじちゃん。おじちゃん、おじちゃん、さんちゃん、おじちゃん、ちゃんはどうして私のことを邪魔にするの？悪かったよ。ごめん、ごめん。あたい、おじちゃんに可愛がってもらおうと思って、
一生懸命なってんのに。そうだ、面目ないよ、面目ない。お母さんも死んじゃったし、おばちゃんは死んじゃったし、あたい、おじちゃんだけが頼りなのよ。すまなかった、すまなかったよ。頼りにしているおじちゃんに見放されたらどうしたらいいの。どこへも行くとこないのよ。私どこへも行くとこないのよ。どっ、こっちだよ。何言ってんだ、そっち女湯じゃないか、お前。こっちだってば。こっち入るんだよ。こっちだってば。こっちだよ。いくら子供だって男のくせに女湯入るなんてんなのあるか。僕はこっちでいいんだよ。わかんねえな。しんちゃん。今度は君はこの子のお母さんか。余計な心配しないでいいわよ。うまく切り替えやがったな。冗談言うなよ、それどこじゃないよ。第一、第二、第三の計画は失敗さ。今度はいよいよ第四回だよ。何だい計画ってな。計りごとは密なるをもってよしとする。ないだろ、いいだろ。あら、綺麗ね。これ着てね、坊やおじちゃんと町歌うたに行くんだよ。ダメよ。どうして。見つかっちゃうもん。誰に。おじちゃん知らないの。あたいの嫌いな人だよ。ああ、坊やのお父ちゃんだって言ってんかい。うん、いいじゃないか。よくないよ、やばいよ。大丈夫だよ、心配するなよ。誰が来たって渡さしないよ。ほんと。ほんとさ。嬉しい。私、本当はおじちゃんと一緒に歌って歩きたかったのよ。でも、この服じゃダメね。そうさ、そんな汚い男の服じゃ街歌いに行ったらしょうがないだろ。だからこの綺麗な服着るって言うんだよ。そうね。さあ。おはよう。おじちゃん、どう。ああ、すげえな、見違えたよ。ぼやのね、女の服も似合うんだね。感が鈍いな。女の子に決まってんじゃないか。あれ、カツラじゃなかったのか。何言ってるんだよ。
策略だよ。策略？すっかり懐かれちゃってな、捨てられなくなっちゃったよ。ああやって女の子の格好させてね、連れて歩いてればさ、あの子を探し知らずに見つけさせるんだよ。ああ、それで連れて行かせんだな。大きな声するなよ。内緒だぞ。行ってまいります。どうしたんです？いやお前さんのしたことじゃない。はあ、かもまた帰る恋は苦しいおぼろ月ねえ、とんこ、とんこ。君と別れてただ一人、帰る夜道でタバコを吸えば、伊達の空いたもうとばかり、涙じめりで火がつかぬねえ、とんこ、とんこ。こうしてこうすりゃこうなると知りつつこうしてこうなった二人、惚れた私が悪いのか、迷わすお前が悪いのかねえ、トンコトンコ。おい、しんちゃん、帰らねえか。うん、そっち商売どうだった？おめこぞどうだったんだよ。こっちはもうどうにもこうにもまるっきし。情けねえ声出すなよ。おい、なんか思ったろうか。おごるってそっちはそんなに良かったのか。良かったのなんのって、お前この坊やの、坊やじゃない、このマリコちゃんの受け方がもう大受けなんだよ。おい、やっぱりやらしてみるもんだな。あんな、俺作戦ね、考え直したよ。って言うと？昔から言うだろう、一人口は過ごせないけど二人口は過ごせるってね。過ごすためにお釣りが来るくらいなもんだよ。そんなに受けたのか。ああ、ねえ坊や、じゃない、マリちゃん、あのおいちゃん、なんかお前もごちそうしてやろう。うん。坊や、そんな働かなくたっていいよ。いいのよ、おじさんこそ休んでてよ。そんな働くとくたぶれるぞ。大丈夫よ、僕まだ若いんだもん。じゃまるで老人みたいじゃないか。あの坊や、坊や今日からこのベッドで寝な。あの朝寝してもいいよ。おいちゃんがね、朝ごはんの準備をするから。どうだ、大切にすること。元気な野郎だな、まったく。昨日まで糸の前寝かしときゃあって、今日はベッドに寝ろ、ベッドに寝ろってやんしょ。
ちゃん、あとどのくらい？何が？発表だよ、宝くじの。え、もうじきだよ。当たるといいね。だって坊やアメリカ行きたくないって言ってたじゃないか。そう言ったけどね、おじちゃんとなら行きたいな。そうか、じゃあ一緒に連れてったらな、当たったら。うん。なんだよそれ。こうやって寝るとね、楽しい夢が見れるんだって。楽しい夢？うん、おやすみなさい。うん、おやすみ。あ、電気消すんでしょ。うがいい夢だよ、本当に。もういい考えのこと言いやがって、本当に。楽しいや東京きっと行きでおしゃれで朗らかで右のポッケには夢がある、左のポッケにはチューインガム、空を見たけりゃビルの屋根潜りたくなるマンホール、
たも楽しいや東京きっと泣くも笑うものんびりと金は一つもなくでもフランス香水チョコレート空を見たけりゃビルの屋根潜りたくなるマンホール。さあどうぞお願いします。1枚100円です。お願いします。どうもありがとう。どうもありがとう。はい、1枚100円。お願いします。聞きぼれてうっとりしておりましたが、マリちゃん、おじちゃん助けて。どうしたの、マリコ。いや、何すんだ、どうしちゃってんだ。このマリコは私の子です。冗談言うな、いい加減なこと言うなよって。いや、いい加減になりません。この子は私の子ですよってね。私がつまりこの子の親になるわけですがな。今さら親だなんてとんでもないこと言うなよってね。おめえが親だったらこっちやな、親も親、育ての親なんだ。育ての親って私はあんた海の親ですって。これ本家ですがな。今さら本家争いしたらしょうがないじゃないか。マリコ、マリコ、逃げちゃう。そうそう、そんなこと。これちょっと来てちょうだい。あれあれあれ、逃げろ。あれ、なにちゃんと逃げろ、マリコ、逃げろ、話せっしょ、話せったらこの野郎。さんちゃん、マリちゃん、どうせこっち、何してんの、この野郎。また、早い、しょ、この野郎、話せっしょ。さんちゃん、マリちゃん、この野郎、マリちゃん、あれ、すマリちゃん、一体どうしたと言うんだよ。夜も寝ないで。おい、50万円。え、50万円そう、ほら、三遍とくんって子供な、あれはいつか新聞広告に出てた50万円だ。あの子が軽装の子かい。そうだ、で分かったんだけどな、あの新聞がないとどこに連れてっていいか分かんないだろ。それを今探してるんだよ。あ、畳の下だ。え、この間大掃除の時畳の下へ敷いたろ。そうだ。よっ、それ。よっ。あ、これだ。こんばんは。こんばんは。50万円、50万円。手遅れだよ、マリコはね。新聞広告を出したトニーが連れてっちゃったな。あんたの好きなもん何なと食べなりゃ、で欲しいもあったらな、遠慮せんとな。な、いいなさりゃな。これすまんけどもな、この頃好きなもんな、もうとっとっとっとこうや運んでくれ。さあさあさあ、な、これはな、そうかな、アメリカ土産。さあこれこれ、さあ、あんたこれ気に入りやると思うでな。さあ、ここで来たいんだ。
じちゃん、三平ちゃん。しんちゃん、しんちゃん、開けてくれよ。なんだ今頃。すまないけど俺お前んとこに一緒に寝かしてくんねえか。一緒に行って俺とかい。うん、俺もうとても一人じゃ寂しくて寂しくて。よせよせ、寂しくて寂しくてね。気持ち悪いな。そんなこと言うなよ、友達同士じゃないか。うわあ、いやいや、で、んだね。の恋だよ。おじさんおじさんって呼んでんじゃないか。気のせいだよ。お前あんまり心配して頭少しおかしくなったの違うのか。脅かすなよ、びっくりするじゃないか。おじちゃん、おじちゃん、さんちゃん。あ、おじちゃん、おじちゃん。マリちゃん、なんでホテルから帰ったのか。おじちゃんは、おじちゃんって、あ、三平おじちゃんか。うん、おじちゃんはな、あ、うちにいる、うちに。おいで。さあ、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 おかけなさい。ねえ、三平おじちゃんは、おじさんか。おじさんは、あ、今ちょっと使いに行ったからね、すぐ帰ってくるよ。あ、そうそう。さあ、キャンデーをね、さあ召し上がれ。さあ、はい、どうぞ召し上がって。さあ、どうぞたくさん。あんくちゃ、あん、もうこれさえ飲んときゃ、まあ、死ぬ心配ないから大丈夫。三平おじちゃんは、三平ね、三平なんてやつは悪いやつでしょ。あんたをな、邪魔にしたり、あんたを捨てに行ったりしたやつ、あ、じゃあダメですよ。あ、それにな、おじちゃんが明日いいとこついてあげるね。おじちゃん、50万円欲しいんでしょ。うん、それは、いや、なんか欲しくない。そうよそうよ、私をホテルに連れてこうとしてるんだわ。うん、なんかない。いやよ。お、どこ行くんだお前は。え、このまま行かれたんじゃ、お前、アイスキャンデーに食い逃げんじゃないか。嫌だってば。な、何がやだ。嫌だって。大きな負担じゃないって。三平おじちゃん、ここ助けて。こんな感じじゃない。そうなんだ、こんな感じで、こんな感じ。どうやって入るのさ。どうやって、こうやって入るんだ、こうやって。こうやって入ればいいんじゃないか、こうやって。おい、ほら、おい、ごめん。あ、聞こえた。おい、おい、聞こえたぞ。は、これはいけねえ。もうすんならいいな、入ったのもない。おじちゃん、足足足足足。え、確かに今マリちゃんの声がしたんだけどな。そんなものいないよ。たぬきや、静かにしてるんだよ、静かに。タヌキがね。タヌキがこのアイスキャンデーが大好きでね。タヌキがアイスキャンデー食べるかね。
苦心も悲しい口笛が恋の街角路地の細道流れゆく おじちゃん、あ、マリちゃん、あ、やい貴様、俺の50万円どうしようってんだ。何すんだ。何貴様、泥棒じゃねえか、この野郎。せめん、せん、に。もう増えた。もうキャバレーで寝始めておて、今宵許した二人の心。こんな三ちゃん、三ちゃん、ほう、よく寝てるね。うん、三ちゃん、ちょっと話があるんだ。話して何？ちょっと乾かしてくれ。よし。あ、いけない。おい、三ちゃん、逃げちゃいけない。話があるんだ、話が。マークを連れに来たんだろ。俺は殺されたって渡せないぞ。まあまあ、一応話を。気になっては。この方はね、マリちゃんの本当のお父さんなんだよ。本当のお父さん？先だっては申し訳のないこといたしまして、どうもすみません。なあ、さんちゃん。俺は一応お話を伺ったんだが、マーちゃんは、谷本さんのたった一人のお嬢さんなんだよ。うっせえ。本当の父親だったら、あの子は逃げてくるわけねえじゃねえか。そう思われるのも、もっともですが、誰が何と申しましても、マリコは私の子供に違いがございません。恥を話せなわかりませんが、私の若い時のは偉いご苦労でしてな、親からもらった財産を、湯水のように使い果たし、どちらを向いても借金の山、いやもう貧乏やりくりにコリコリしましてな、何でも一つ金儲けをせねばならんと、ふと思いついたのが、サグラメントの農園行き。またその時には、マリコは小さい赤ん坊でしたが、泣いて止める女房を振り離して、南米外への船に乗りましたのが、そもそも私の放浪の旅の始まりです。あちらについて丸六年、夜の目もねんと、朝は朝節いただいて、夜は夜節をいただき、昼は梅干し食べて、一生懸命に働いたおかげで少しばかりの金もでき、やれ嬉しや、これから内地へ帰って女房子供を安心させてやろうと思う途端に、あのまた戦争、それがために帰ることもできず、思い止まってまた5年、やっとのことに戦争終わり、帰ってみれば女房は重き枕で私を恨んで死んでいきました。死ぬる間際まで私を、私に言い続けた恨みの言葉をマリコが聞いていますもの。私になんでお父さんと呼んでくれましょう。またそばにも寄ってもくれず、みんな私が悪いのでござります。せめて今日までの罪のお見舞いに、あの子だけでも幸せに暮らしてやらんことには、死んだ女房に申し訳がござりませんが、ね、伺ってみりゃ、まあちゃんの気持ちも谷本さんの辛い気持ちもよくわかるんだ。そこでなあ、さんちゃん、相談なんだ。どうだろう、お前、まあちゃんの幸せということを本気で一つ考えてやってくれないか。というと？怒っちゃいけないよ、いいかい。いくら懐いていてもだな、その日暮らしのお前のところにいる、いや、これは、なんだよ、例えばだよ、
本当の親の谷本さんの手元に育てられた方がまーちゃんにとっちゃ幸せじゃないかと俺はそう思うんだけど。そうです。谷本さんは今ホテルにいらっしゃるそうだけど、それじゃ余計まーちゃんが嫌がるだろうから一日も早くアメリカへ連れて行きたいとこうおっしゃるんだ。どうだい、まーちゃんのためによく考えてあげてくれないか。お願いです、お願いです。あんたのお力でマリコ一日も早くこちらへ戻してくれますよ。お力添え願います、願います。アパートの皆様、大至急廊下お集まり願います。お集まり願います。こういう世の中ですから皆さんにもいろいろご都合があるでしょうが、こうやたらにノコギリで柱を切られたり店を開いたりされたんでは、第一この建物が持ちませんし、責任上管理人の私の立場がありませんので、今月限り店を閉まっていただいて部屋を元通りに直ちにしていただきます。そんな無茶なこと言ったって、すいませんしょだよ、生活問題だよ。いやいや、ですからあなたたちばかりに文句を言ってるんじゃありません。こういう原因はどうもこのアパートに子供が多すぎる、片手落ちはいけませんから、皆さんに店を閉まっていただくと同時に、ご自分の本当の子供でなく、例えばよそから預かってるとか、また親戚から遊びに来てるような子供さんはすぐに親御さんの方へお返しを願います。それに不賛成の方は直ちにこのアパートから出て行っていただきます。このアパートにいちゃいけないのね。困ったことになったね。私が出て行かなければおじちゃんもここにいられないのね。そうなんだよ。マリちゃん、おじちゃんはね、マリちゃんだけ追い出しておいて自分だけここにいようとは思わないよ。マリちゃんが出てくときは僕だって一緒に出てくよ。店のことはまだいいとして子供を追い出せなんて、それは気の毒だよ。そうですとも、うちじゃ子供が多いから言うんじゃないけど、重大な社会問題ですよ。いや、実はここだけの話だが、これにはいろいろ訳があってね。訳もクソもあるけ。いやいや、そう、待ってくださいよ、乱暴しちゃいけないよ。あのほら、実は三平の預かってる、いやさ、それなんだよ、訳を聞いたらとってもかわいそうな子なんだよ、あの子は。君は血も涙もないのか。いや、ありますとも、どっさり血も涙もあればこそいろいろ苦労してるんだよ。名残惜しんで振り返る優しいおばさんの友達、今度会う日はいつかしら、思い出楽しいアパートの窓よお部屋よさよなら。どっかであんの？あてなんかないよ。歌も楽しいや東京きっと、行きでおしゃれでで、右のポッケには夢がある、左のポッケにはチューインガム、空を見
たけりゃビルの屋根潜りたくなるマンホール歌も楽しいや東京きっと泣くも笑うものんびりと金は一つもなくてもフランス香水チョコレート空を見たけりゃビルの屋根潜りたくなるマンホール借り込まれ借り込まれ待て待てさら待てやべえ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 おいこの子はお前の子かええそうですそうつけこのとこで野宿しちゃいかん子供は保育園君は厚生料行って働きたまえさこいさこい嫌だいすいませんちょっと待ってくださいなあの僕は収容所でもどこでも行きますけどねあのこの子には立派なあの父親がいるんだ何父親ええ太陽ホテルの谷本と言ってたですその人のとこちゃんと届けてくださいああよしよしさこい太陽ホテル行くの嫌よ嫌だったらマボお前保育なんか行くんじゃないよホテル行くんだホテル行くんだよホテルお願いします。ホテルお願いします。おじちゃん、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 おじちゃん。さんちゃん、ご苦労さんだった。大変だったな。僕はもうこんなお芝居こりごりだよ。そうだろう。でもああでもしなきゃったら、あの子はなかなか行かないからね。あ、ご苦労さんでした。じゃあ向こうへ行った人の分も一緒にえやれやれやっと返すには返したがうまくいってくれるといいがななあマリコお父ちゃんはな決してあんたのことやらお母さんのことは忘れていててやおまへんで帰ろうと思ってもどうしてもこの戦争で帰ることができなかったんやがなそれでなお母ちゃんがおってくれたらきっと分かってくれると思うが気の毒なことしてしまったなお母ちゃんが今ここにおったらどないに喜ぶかもしれんなお父ちゃんはなこの写真をば肌身離さず持っていてたんやさあ見てみなあれお母さんお母ちゃんにな抱いていてもろてるのがなマリコの小さい時だっせマリコが俺なんだらお父ちゃんは天にも地にもたった一人きりやマリコかてそうやろお父ちゃんが俺なんだら広い世界には誰もいてへんねんでなな何だまた思い出してんのかあの子のことしっかりしろようんうまくいってるかどうかと思ってさうまくいかなきゃ飛び出してくるよあの子のこったものうんそりゃまあそうだけどさおいそれからいよいよ発表だぞ何がおいあのくじだよどうしたどうした早く早くあそうか、うん、僕のねK 組の53264なんだよ全然ねえじゃねえかチェなんでさんざん待たしときゃって
おじちゃん。マリちゃん、お前また逃げてきたのかい。お別れに来たの。お別れ。ええ、私アメリカ行くの。お父さん。おい、あ、三瓶さん。あの靴。何です？靴。あ、靴。うん、あ、こちらはみんな脱ぎますか。そうですか。日本の方ってあんまり知らんもんですって。あ、お頼申します。三瓶さん、あんたのおかげでこの通り親子二人仲良く暮らしていきます。これもみんなあんたのおかげ、ご恩は決して。ご恩だなんてとんでもない。お父さんとアメリカ行かれるなんて嬉しいだろ。あ、宝くじは？え、うん、あの発表まだなんだよ。そう、当たるといいわね。ああ、当たるさ。おじさんは転がりがいいからね。じゃあ、おじちゃん待ってるわね。うん、後からきっと行くよ。元気で行っといで。な、あの、いつまで言うても治るやつか。さあさあさあ、はい、行きましょう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 。運命でも取り込めしないかと思って心配だから迎えに来たのよ。ありがとう。僕が海に飛び込んだら助けてくれるかい。やるよ。あ、ありがとう。うまいよ。ダメよ。